そう、医療費ですよ。うん、よく映ってますよね。そう、今年はちゃんと眉があるでしょ。そうだね、去年は眉がなかったけど。はい、はい、収穫です。ただいま収穫してます。ゆみさん、それ何ですか。これルッコラで、クロードがね、こう植えてくれたんですけど、また植え直して何回もやるわけよ、夏に。ルッコラです。これちょっと育ちすぎですけども、ルッコラです。女です。パセリ入ります。これは何になりますか、今日。これはバジリコです。これは飾り用のバジリコです。あ、はい、トマトもすごいバジリの香りです。残念だわ、これ食べさせてあげたいのよね。すごく美味しいの。トマトがまだまだこんな感じです。あ、でもこれなんか結構いい線っていうけど、7月ですね、これは。はい、4月に食べましょう。ちょっとまだ無理です。お、蜂がいます。あ、危ないです。大丈夫ですか、はい、ジャスミン、うん、結構いい香りよね。いい香り、ジャスミンのいい香りがします。ちっちゃな鉢だったのがこんな大きくなったのよ。鉢でいただいたのがすごいいい香りですね。これは何ですか。これ私がね、フォンテンブローの森からこんなちっちゃな、あの、引っ張って、なんていうの、引っこ抜いてきた、ちっちゃな木がこんな大きくなりました。こんなに大きくなりました。これでも切ってんです。うん、これはね、あの、トマト、あの、リンゴのね、原型っていうの、これをほら改良して改良してちゃんとしたリンゴになったみたいよ、ね、古代リンゴです。リンゴです。ここに笹みたいなのもありますか。これも笹。これ笹ですか。日本の笹です。これが育ちすぎて、この、 あの植木鉢がこの間割れました。で、旦那が全部やり替えました。素晴らしい。下にちゃんと木で、でなんかあのベルトで結んで、やっぱり根があの強いんですね。うん、よくほら地震があるというか、大きなお家は竹やばありましたよね。これビビちゃんがでも食べるのよ。え、大丈夫なんですか。うん、これだけなんかお腹痛い。いいんですか。パンダみたい。そう、ちょっと下の方にしといてあげて、ビビちゃん食べる。ビビちゃんよ。そう、まあ、成長作用がある、はい、そうみたいよ。はい、はい、こんななりました。